INAGAKI SHIGEMI は今から61年前に AIKI 神社附属道場現在の INAGAKI SHIGEMI 道場に入門しました。昭和39年日本大学小学部に入学し卒業する昭和44年にアイキドで活動しました。昭和44年の秋より斉藤森博先生の下で2年間と半年一列修行をし、その後19年間斉藤先生のお供として国内外の指導に携わりました。現在は茨城支部道場指導部師範として後進の育成と海外からの研修生の指導に当たっています。毎年海外3、4カ国より講習会の講師として招かれています。今まで Aikido関係で行った国は14カ国になります。今回は剣に対する情の操作方法と剣及び情の攻撃に対する Aikido の対策を演武いたします。